サッカーの2026年北中米 W 杯アジア最終予選初戦5日。 埼玉で中国代表に7対0で対象した日本代表は6日、次戦が行われるバーレーンに到着した、森安監督らコーチングスタッフ、全27選手は中国戦後の6日未明に羽田空港発のチャーター機で移動、現地時間6日午前に到着した、初日はリカバリーのため、宿舎ホテルのジムでバイクやランニングマシンなどでトレーニングを行った、7日からピッチで練習を行う、日中は気温40度に迫る酷暑の中、 10日のバーレーン戦、リファーに向けて調整する。